ゃ。なんか準備があるって、妙に急いでた。私、お姉ちゃんにひどいこと言っちゃった。これ。しないと置いてっちゃうよ。早いでしょ。頭撫でて撫でて。ぐずん。痛い。はるか、これから帰るの？うん。一緒に帰ろう。私もう準備したんだよ。ビシッ。お姉ちゃんは帰れないよ。どうして？来ちゃダメなの。いいの、本当に。しくじく、せっかく頑張って準備したのに。お兄ちゃんもお姉ちゃんも分かって。気づいて。二人とも私と一緒に帰れないんだよ。ずっと思ってたんだ、私がここにいるのってやっぱり変なんじゃないかって。一人だけ外から来られるなんてやっぱり変すぎるよね。お兄ちゃんは忘れちゃってるんだね。私はね、夢なんだよ。あ、電話だ。もしもし？知らないよ。どうしてお母さん、そんなこと言うの？お母さんの
バカ。一周期なんて知らない。お母さんなんか大嫌い。お母さんなんか嫌い、大嫌い、大嫌いだよ。だってお母さんがこれからはるかと一周期だって、なんで帰ってこないんだってものすごく怒るんだもん。思い出してくれた？お姉ちゃんはもうお姉ちゃんのことだけ考えていいんだよ。嫌だ。お姉ちゃん嫌だもん。そんなの嫌だもん。アルカは生きてるよ、私の中で。お姉ちゃん、まだそんなこと。アルカは生きてるよ、絶対生きてるんだもん。今は別の学校に行ってるけど、来年はきっとまた受験して、今度こそ一緒に学校に通うんだもん。お姉ちゃん、目を覚まして。私はもういないんだよ。お姉ちゃんだって覚えてるんでしょ、去年の今日怒ったこと。行きたい。いいな、古い学校って私憧れてたんだ。ずっと鉄筋ばっかりだったもん。今は新校舎が建っているところも、昔はお屋敷の跡で、わがままなお姫さんが住んでて、家の人を全員殺しちゃったとか。私、幽霊見えないもん。肝試しやる？却下。だって、あの言い方面白いもん。却下って、誰が言い出したの？エーゲンジ先輩。私も美術部入って、一緒に絵を描きたい。先輩がしごいてあげましょう。優しく教えてくれないと嫌だよ。却下。じゃあそろそろ私家帰るね。やる気湧いちゃったからダッシュで帰って勉強する。じゃあ勉強しといで。私とユイとはまだちょっとやることがあるから、部室掃除しなきゃ。うん、じゃあねお姉ちゃん。すっかり遅くなっちゃったね。来年、楽しみだね。うん。あ、電話だ。もしもし？あ、お父さん。どうしたの？嘘でしょ？そんなの嘘だよ！さっきいっぱい勉強するって張り切って帰ってったんだよ。ちゃんといたもん。そんな。
死んじゃった。あるから、死んじゃったよ。私が一緒に帰ろうって言ってたら、事故なんか。私が。私もう死んでるんだ。私はお姉ちゃんの夢なんだよ。葬式に来てくれたの、私見てたよ。ごめんね、一緒の学校に行けなくて。お姉ちゃんもお兄ちゃんも楽しみにしてくれてたのに。はるかはね、嘘ついてるんだよ。私に構ってほしくてあんなこと言ってるんだよ。嫌だな、この子、嘘なんか覚えて。去年の31日はね、みんな一緒に帰ったんだよ。夕日、すごく綺麗だったもん。ゆいとも覚えてるでしょ。ゆいともそんなことを言うの？お母さんと同じね。お母さんもひどいことを言うんだよ。これから一周忌の準備をするから、さっさと帰ってこいだなんて電話して。ひどいよね、勝手に自分の娘を殺して。私のたった一人の妹なのに死んだことにするんだよ。お姉ちゃん、もういいんだろ？私は十分幸せ。たとえどんな世界でも、お姉ちゃんとほんの少しでも一緒にいられてよかった。幸せだった。どうしてはるかまでそんなことを言うの？お姉ちゃん、私はもういいの。お姉ちゃんに絵を描いてもらって幸せだったもん。今度はお姉ちゃんが幸せになる番だよ。幸せにならなくてもいいよ。お姉ちゃん、はるかがいてくれたら、ゆいとも私の方が死ねばよかったのに。はるかの方が生きてくれてたら、私そんなの嫌だよ。お姉ちゃんもお兄ちゃんもいなきゃ。はるか、お姉ちゃん、私大好き。お姉ちゃん。
Ha!